の雨の見通しについて気象予報士の津田さんです。はい、午後は西日本に加え東海や関東でも災害級の大雨の恐れがあります。現在は高知県に活発な雨雲がかかり、四国を中心に土砂災害での危険度が高まっています。この後正午からの雨の予想です。午後も四国から近畿、東海に活発な雨雲がかかり、午後6時になると東海周辺で道路が一気に冠水するような雨の降り方になります。線状降水帯が発生した場合、2、3時間で状況が一気に悪化します。急な斜面や増水した川から離れたところで過ごしてください。その後、夜は関東でも雨が強まり、台風並みの暴風も予想されています。夜は交通機関が乱れる恐れがあり、警戒が必要です。